向かせる向かせるそう乾杯だな。It's so-
ゴールゴール許せない。横クロス。よしよしよ、回避するよ。打ちいいよ。そう。あ、惜しいね。今日の高くっていうか、どうなっていう感じでパーティング面でやっぱり行こう。っていう風に言ってたから反応っていうか体の使い方とか体の入れるタイミングっていうのをちょっと意識すれば多分取れるようになるんですけど、うん、フィジカルは全然問題ないから、うん、見られたのが僕はすごく嬉しかったです。自分の弱さを知って、自分の強さを知って自分を知ることで、そういうものにちょっとチャレンジする一歩踏み出して変わろうとする勇気、チャレンジする気持ち、マイナスになっちゃうかもしれない、でもマイナスしたっていう経験が残る。それはゼロのままよりマイナス1の方が絶対僕は強いと思う。でマイナス1が分かるとゼロになって1に進めます。変わる心がないとそこから動けないです。それは積み重なるといずれ進化になります。進む。僕はまだ36歳で、J リーグ入りを目指している北海道十勝ダイスというところで、まだ全力でサッカーしています。で僕の夢は、ちっちゃい子供の時の夢は J リーガーになることでした。プロになることでした。でも、高校卒業してなれなかった、大学卒業してなれなかった、大学卒業してから社会人で10何年やってもまだ慣れてないけど、チャレンジ中です。チャレンジ中。常識的には無理かもしれない。今までの常識、
36歳でプロになる、今までの常識はなれないかもしれないけど、僕はそこに向かってやりきろうと思って、やりきった時に例えばその結果が伴わなかったとしても僕にはすごいものが残る、財産が残る、から僕は頑張りたい、で今までの常識をぶち破りたいと思います。でみんなにこういうふうに言って宣言したんで、僕は頑張りたいと思いますし、皆さんも僕に負けずに、いろんな夢あると思いますけど抱いて、徐々に目標にしていって、でいつかその夢を達成してください。僕の活躍も今後見ててください。あの人本当40歳になって J リーガーになったわって言ったら、あの人こういうこと言ってたな、こういうことやってたな、こういう姿勢で臨んでたなっていうのを覚えれば、真似すればいい、真似して自分なりに、あ、ここダメだったなって思えばこう取捨選択して、実際にそれを実現するために僕は自分の夢を叶えます。お互い頑張りましょう、はい、今日、京都、3日間ありがとうございました。ありがとうございました。ご質問なので、はい、体脂肪を見てください。体脂肪は 4% です。今日は 4% です。測る機会がないとかいろいろあるかもしれないけど、まずじゃあ今の自分の体脂肪どれぐらいかっていうのを知るのもやっぱり一つだよね。お土産で見せたいと思うんですけど。ベンチプレスが先ほど、はい、僕はマックスは130キロ持ちます、はい、でベンチが全てではないんですけど、いろいろあって、僕が取り組んでることは、サッカーにつなげたいということ、ただベンチプレス130キロ上げてうわってなりたくない、さっきのやつもね、こうやってやったけど、どこを使ってるかとか、どういう風に体を動かすかとか、そういうところを細かくトレーニングしてます。まあ、サッカーの体なんで、ね、すごいね、めっちゃ取れた。きっかけは自分が体が弱かったからっていうのがきっかけです。最初は小学校の時、中学校の時、走れはしたんだけど、まあ、足が遅かったり、当たり負けしたりっていうところから、まあ、ちょっともっと頑張ろうと思って、もちろんこの体を作るには食事も大事だし、睡眠も大事だし、まあ、トレーニングとか、自分とこの体と向き合って思います。そして、寒いですね。函館大谷高校サッカー部の監督をやらさせていただいてます、白井純二と申します。本校のサッカー部としてはまず一番大事にしているのは、人間教育を元にですね、さらにチームとしてはやっぱり家族とファミリー、チームはファミリーだという一体感を大事に活動させていただいてます。我々やりたいサッカーっていうのはどのような状況にも対応できる、いわゆるちょっと格好つけて言ったらいわゆるハイブリッドなサッカー、いかなる状況にも対応を、してサッカーができるというゲームモデルを、そこを目標に向けてですね、やらさせていただいてます。今年もですね、函館市内、またどこのチームもどんぐりの背比べでもなかなか厳しい、状況かと思うんですが、なんとか部員とのスタッフ含め頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。練習見ててすごい斬新なボールのサイズ変えたり重さ変えたり、はい、うちはもうある意味逆に進行勢力として、本当にスタッフも含め、もういろんな新しいものを取り入れて、でその中で出産選択して、という形でもそういう部分ではグローバルに活動させて本当にいただいてます。はい、応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。It won't break this feeling down. If I conquered this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun.